そしてブルペンの様子も見てみましょう。こちら96、3年目、これが初の、沖縄那覇キャンプとなりました菊池大輝です。新潟県出身、佐渡高校から桐蔭横浜大、育成で入ったんですが1年目早々に支配下登録されました。あ、もう大粒の汗を早速かいてますね。伊藤さん、はい、こちらですね、ブルペンなんですけれども、はい、今3人の投手が、投げ込んでいまして、はい、この菊池投手、その隣に泉投手、そして奥に船場様投手が投げ込んでいます、うん、はい、そして多分その次に投げると思うんですが堀田健信投手の姿もありますので、奥に見えてますね。そうですね、はいはい、ブルペンキャッチャーが3人ということもありますので、なるほど、今待機している状態で今日は7人の投手、それ以外に畠投手、松井投手、ルシアーノ投手がこちらのブルペンで投球をするということになっています。今党内連携しているピッチャーもこう、はい、後ほどブルペンにという予定なんですね。そうですね、第2班としてこちらに来るということになりますので、ただこれ見ていると、宮崎キャンプでしっかりと練習をしてきたというのが分かります。あ、そうですか。あの球威という部分も増しているように感じますので、はい、泉投手のその投げ下ろす角度のあるストレートというのもこれは注目だと思います。そしてその奥なんですが、船場様投手のグラブを見ていただきたいんですけれども、鮮やかなブルーですね。そうなんです、これが宮崎の時には黒のグラブ、そして差し色としてティファニーブルーの色が入っていたんですが、ただここが沖縄からは逆にしますと言っていまして、この青をベースになったグラブを使うと。でこれお話を伺ったんですが、開幕の時にはその宮崎で使っていた黒のグラブにするそうなんですね。はいはい、ただこれを沖縄まで使ってしまうと柔らかくなりすぎてしまうので、ここを調整するために沖縄では違うグラブを使うというふうに言っていました。そこまで考えてこうグラブの使い分けもしてるんですね。はい、でこのグラブもリュウというグラブメーカーになりまして、はい、なかなかあの聞き慣れないメーカーなんですが、ここも本人の中では、松坂大輔さんが晩年使っていたグラブ、そうですよね、なのでこれも本当にこう個性的なもので自分らしさというのがあると本人は言っていますので、新しいグラブになった船場様投手というのも注目です。龍ですから今年辰年ですよね。そうですね、その辺もちょっとあるんですかね。そこもお話伺ったら、これはたまたまなんですけれども、ただそういうふうに取ってもらえると嬉しいです。上り龍のように勝ち星を上げていきたいというふうに言っていました。いやいや、ぜひそんな成績も残してほしいですね。リポーター阿出川博之さんなんですけども、阿出川さん、はい、非常にこう菊池選手もこう大粒の汗をかいているように思いますが、宮崎から沖縄に来てやはりか、環境全然違いますか。そうですね、まだ今日は少し肌寒さもあるんですけれども、選手皆さんに伺うとやはりこの沖縄の暖かさ、これが出力というのも自然に上がってくるというふうに言っていましたので、今見ていても菊池投手、初めはですね、キャッチャーを、一番後ろのネットのところまで下げて、定位置よりも1メートルぐらい下げたところから投球を行って、そこから投げ込んでいます。あ、そうですか。ここも、もう汗をかきながら一球一球声も出して投げ込んでいます菊池大輝です。現在は菊池、それからホークスから加入しました泉、奥には船場様の投球練習が続いています。菊池は去年はチーム2位の50試合の登板、4勝4敗11ホールドという成績を残しています。防御率は 3.40。菊池本人はこれが3年目なんですが、初の沖縄キャンプです。伊藤さん、はい、この菊池投手なんですけれども、本人の中で昨年投げていて、このフォームのズレというのを感じたと。なので、下半身からしっかりと投げ出す、そういったフォームをこの追求していきたいというふうに言っていました。ただ今投げている姿勢を見ても非常にこう力強さを感じますね。そうですね、一球一球声を出しながら、投げ込んでいますので、こう見ていただくと、ファンの皆さんも見つめているというのがありますので、もうブルペンの熱気というのが徐々に高まっています。あ、ブルペンもかなりこうファンの皆さん姿多いですか。そうですね、こちらの方も来ていただいているのが、はい、あ50名ぐらいでしょうか。かなり、はい、もうびっしりと、うん、
座ってますし、ですね、もう始まる前にですね列をなして今か今かと楽しみにしているファンの皆さんがいました。うわー、そうですか。いやキャンプの時期はこうして近い位置で見られるというのも非常にいいですよね。そうですね。なのでファンの皆さんお話伺うとやはりこのキャンプで選手を身近に感じられるのでとても楽しいですというふうに言っています。さあそしてカメラは泉が映りました。背番号は63です。身長188センチ78キロ、非常にこう細身といいますかスラッとした体格をしています。ホークスからまあ、ウォーカーとトレードする形で高橋玲とともにやってきました。石川県の出身です。もともとは2020年から2022年は3年連続で30試合登板という非常にタフさがあるピッチャーです。去年は1軍では3試合のみだったんですけども、2軍では去年も46試合投げている非常にタフさがある選手です。キャンプでも紅白戦では1回投げて打者4人に対して失点0というピッチングを見せました。伊藤さん、はい、この泉投手ですが宮崎キャンプの時にお話を聞きまして、やはり本人の生命線というのは角度というふうに言っていました。まずはこの角度あるストレート、ここをしっかりと磨き上げなければいけないというふうに言っていましたので。そうですか。球の勢いも非常に強いです。そして伊藤さん、はい、一番奥で船場様投手投げていたんですが、今投げ終わりまして、でそして今待っていた堀田健信投手がここから投げ込んでいくことになります。そうですか。いや堀田も今シーズンは非常に楽しみな選手です。去年は1軍では3試合のみ0勝0敗という成績、2019年のドラフト1位の選手です。まあ、去年は春のキャンプで右肩を怪我してたというそんな時もありましたが、秋の教育リーグでは防御率 0.90、 11月台湾のウィンターリーグでも4試合2勝0敗防御率が 1.40、 なんと言いましてもストレートで自己最速の157キロを台湾でマークしたという堀田健信です。伊藤さん、はい、この堀田健信投手その157キロというのが注目されているんですが、ただ本人の中ではウィンターリーグストレートを磨くのではなくコントロールよくその変化球を精度できるか、そこを注目していたらリリースポイントが決まってきたので球速も上がってきたと、何か指先に力が伝わる感覚というのが分かるようになってきたと本人振り返っています。あ、そういうこともあるんですね。堀田は2022年8試合登板しまして2勝3敗という成績も残しています。紅白戦では先日は2イニング投げました。打者8人に対して1安打失点0というピッチングの堀田健信です。堀田もどうでしょうか、リリーフ陣への争いというものにも加わってくるんでしょうか。今シーズンは特にリリーフ陣リリーフピッチャーを大幅に補強してきたジャイアンツです。泉、それから菊池は宇都宮コーチに今フィードバックアドバイスをもらっているところです。5年ぶりにジャイアンツに復帰となりました宇都宮哲也投手コーチです。沖縄キャンプ初日なんですが早速選手たちが熱のこもった投球練習を行いました。宇都宮コーチは菊池投手に声をかけた後、泉にもこのようにして声をかけに行っています。